オーストリア一周飛行の後祝福される。マッキンタイアとグローブ・アイバー・マッキンタイアは、イギリス生まれのオーストラリア空軍のパイロットである。1924年にスタンリー・ゴーブルと共に44日間かけて、オーストラリア一周飛行を行った。イギリスのケントに生まれた。1917年に、イギリス海軍航空隊に入隊し、イギリス空軍が発足すると空軍に移り、 1920年代初めにオーストリア空軍に参加した。1924年4月6日、マッキンタイアと指揮官と広報士を務める、スタンリー・ゴーブルの登場した、フェアリー・ファイドは、ビクトリア州のポイントクックを出発した。半時計回りに、東海岸に沿って、サーズディ島まで飛行し、カーペンタリアーンを横断し、ダーウィンに至り、さらに、オーストラリア西岸。 オーストラリア南岸に沿って飛行を続けた。飛行の間には悪天候や疲労に打ち勝ち、エンジントラブルや燃料漏れを修理しなければならなかった。44日間かけ、13,600km を飛行してポイントクックに到着した時、オーストラリア空軍の12機の飛行機がエスコートに飛び立ち、着陸地のセントキとダ海岸には1万人の人々が出迎えた。 オーストラリア首相のスタンリー・ブルースは彼らの飛行を航空士に残る偉業であると称え政府から賞金が与えられた。イギリス飛行クラブから二人はブリタニアトロフィーを受賞し、イギリス国王から CBE を受訓した。1926年には9月26日から12月7日の間、レストリストと共にデハビランド DH50A 水蒸気で ソロモン諸島を一周する1万6 0 0 0トルの飛行を行った。オーストラリア空軍の航空機とパイロットによる最初の国際飛行となった。1928年3月12日、航空事故で死亡した。1994年オーストラリア郵便が発行したオーストラリアの有名なパイロットを取り上げた切手のシリーズにフリーダ・トンプソン、ローレンス・ハーグレイブ、 キース・スミス、ロス・スミスらと共に、マッキンタイアとゴーブルも、題材となった。ギラソン、ロイヤル・オーストラリアン・エアフォース1939、1942、P25、ありがとうございます。